世界観を分断する、間違った、本当にやってはいけない、私は、政策だと思っています。少子化対策にじゃあ財源どうするんだとか、テレビでも新聞でもあちこちで話題になってます。しかし皆さん、まず考えてみてください。おかしいと思いませんか？防衛費を倍増させるという話は去年の秋ぐらいから急に出てきたんです。そしてそもそも少子化対策と言われて30年もですね、人口が減少している、そして子ども家庭庁というのを今年4月から政府は発足をさせましたが、これ一人を育てたり、あるいは命をこの社会に誕生させたり、そして少子化対策がなぜ進まないか、経済がへこんでるからですよね。私はこの子ども家庭庁を発足させる法案の時に、これ総理にもそして大臣にも何度も言いました。なんで少子化が進んでいるんですか、なんでなんですか、分かっていますかと。これアンケートを見るとですね、答えは明らかなんです。経済的な理由、これがもうトップなんですよ。 80% 以上を超える。つまりは給与が上がらない、そして非正規雇用、そして今学費が高いですから、普通に大学出るときに半分以上の人たちが奨学金借りてます。奨学金の返済で500万600万社会人に出てすぐに借金に追われて、でも正規で働ける人はほんの一握り、非正規で不安定なまま借金を返す。誰がこのような状態の中で結婚ができますか、誰が子供を産みますか。そして子育て世代の人たちだって、みんなにアンケートを取ればみんな2人3人1人持ってる人たちも2人目3人目欲しいんですよ。アンケート結果そうやって出てます。でも学費が高いから、教育費にお金がかかるから、家賃が高いから、給与が上がらないから、こうした声がどん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 この間増えていって、だから子供が増えない、こうした経済的な理由であることはもう明らかです。そして皆さん振り返ってみるとですね、じゃあこの物価高と、そしてコロナになるこの30年、少子化が進んだこの30年の経済状況、ちょっと振り返ってみようじゃないですか。日本だけがですよ、日本だけがこの30年経済成長していないんです。先進国で唯一です。つまり経済成長していないということはどういうことかといえば、皆さんの年金は減ります、皆さんの給与は上がりません。こうした30年の経済不況、このような状況と30年少子化がどん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 進んできた、このような状況は全く比例してる、カーブは一緒だということです。だから日本は、ありがとうございます、子供が増えないし経済も上がらないし、こうした負の循環になっていて、その原因は何かということなんですけれども、じゃあなんで不況ずっとこれ続いているんでしょうか。不況の間にじゃあ政府は何をしたでしょうか。まさに不況の時にやってはいけない経済政策、つまり増税、これをずっと続けてきました。消費税ですね、消費税を導入して 3% から 5%、 5% から 8%、 ありがとうございます、 8% から 10% と、この30年不況なのに増税をするという、絶対に経済政策としてはやってはいけない間違った政策を自民党政権は30年続けてきた。だから世界で唯一経済が成長しない、給料が上がらない、子どもも増えない、こうした日本に今なってしまったということであります。令和新選組衆議院議員の串口真理です。もう一度少子化対策の財源の話に戻したいと思いますけれども、何が言いたいかというと、こうした状況の中でまた少子化対策に、財源消費税でやろうという声、徹底的に間違った声が進んでいるのを何としても止めなきゃいけないということです。これは国家破滅の道ですよ。これだけ今度は2025年、あと2年後には団塊の世代の人たちが85歳になる、これ35万人と言われています。増えるという、35万人、介護の人材が必要と言われるぐらい、高齢化がますます一気に進むんですね。
そして社会を支える人材がどん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 今減っているという状況の中で、今この社会、少子化対策の話があるわけです。つまりは防衛費をすぐに増税させるというぐらいの財源があるならば、まず最初にやるべきは少子化対策であり、そして少子化対策こそ国債を発行して、国民負担ではなく消費税ではなく子ども国債、未来国債、名前何でもいいんですよ。日本は通貨発行権というのがありますから、アメリカにドルがあるように、イギリスにポンドがあるようにですね、日本は円という通貨です。自国の通貨を持っている。こうした国はしっかり必要な時にはお金を吸ってしっかり財源に充てる、こうしたことが機能として可能なんです。令和新選組衆議院議員の串口真理です。よく少子化対策にですね、こうした国債を使ってしっかり子どもたちや今の子育て世代、若者に投資をしよう、こうした話をすると、いやいや串口さん、将来世代につけ残しちゃいけないでしょう、そのように言う人がいるんですけれども、でも皆さん、将来のつけ、本当に将来のつけになりますか？本当のつけとは皆さん何か？子ども家庭庁発足した理由は何ですか？今子どもたちの虐待とか、あるいは自殺とか、不登校とかいじめとか、これ過去最多になっているから、それをなくすために子ども家庭庁というのが発足したという、こうした理由になっています。表向きはですね。でも皆さん、今こうして、しっかり子どもたちにお金を使わない、あるいは少子化対策に財源をしっかり国債でやらないとなれば、じゃあこうしたいじめや不登校や自殺、これがますます増える社会の方が、よほどこの日本の社会にとってツケになるんじゃないですか。将来のツケというのは本当はそういうことなんじゃないですか。そして財源的に見てもですね、国債を発行するということは、そしてお金を吸ってこうした人に投資をするということはですね、皆さん、政府の借金は増えるけれども、私たち国民にとってはこれは資産であります。私たち国民にとってはこうした財源で子どもたちが育つ、そしてありがとうございます、子どもたちが育つということの受益者は誰かということを考えると、これはまさに社会であり、そして国であり、こうしたお金の使い道は真っ先にまずやらなきゃいけない。皆さんそう思いませんか？令和新選組衆議院議員の串口真理です。令和新選組はこうした財源を作って、まずは少子化対策として児童手当は倍増することが一つ、そして二つ目は教育、幼児教育から大学院まで全部の教育費用完全無償化させる、これが二つ目です。これの経済的な負担があまりにも今子育て世代に大きすぎる、だからこれをなくそうということが二つ目。そして三つ目は、今の若者世代が苦しんでいることは何か、やはり奨学金の返済ですね。この奨学金の返済、一人当たり社会に出たら急に300万、400万、500万、これ一生かかって返さなきゃいけない、でも仕事は不安定、そんな中で結婚もできない、将来に希望がない、そんな社会やめようじゃないかということを私たちは訴えています。そしてその方法はあるんです。私たちにはしっかりその術が政府の中にはある、その声をぜひこうした秋篠の皆さんと一緒に声を広げてですね、実現をさせる、そのために令和新選組があります。今日はありがとうございます。令和新選組、私衆議院議員の串口真理と、そして秋篠の市議会議員中尾文人さんと一緒に、政策を訴えさせていただいているところです。そしてボランティアの仲間が、各地から集まっていただきまして、チラシお配りしています。今ちょうどお話ししたこの国債の話や財源の話、今すぐ増税やめて減税しろ、財源はあるんだということをですね、チラシでも